ひよさんのとっことん過激に行ってみようか。この番組は音楽家の人物を紹介していく熊野正夫の音楽チャンネルのオーナー正夫と私中野人がキヨさんことオペラ歌手清原邦人さんとダラダラ喋っていきながらオペラのことや声楽のことについて興味を持ってもらいたいとスタートした番組です。キヨさんです。はい、ここの柱が意外と斜めに切れてあるって今ちょっと画面見てびっくりしたキヨさんです。いや僕もねそれをどうにか見切れないかなと来た時に一人でいろいろセッティングをした結果諦めた中の人です。はい、最近いかがお過ごしですか？7月の25日これ配信でございますけれども、この頃はですね、9月にあるオペラアドリアヌルグループの音楽練習が終わってもう次から立ち稽古に入るかなというところで、なおかつ大学の授業も終わって、もうテストが始まってる時期です。なるほど。はい、僕の方はね、7月上旬に仕事がバタ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 ッと立て込んでたんですけど、はい、この後から1個もないんですよ。あら、一昔前と違って何ヶ月も先の仕事が来ないんですよ。どういうことあのね、何ヶ月も先の話って分かんないから来ないじゃないですか、もう最近。あ、なくなる可能性もあるから、うん、あ、だからね、なんか最近予約っていうかこの仕事お願いみたいなのがね、来月とか再来月の話ばっかりで、じゃあ急に来るし、うん、急に来るから断ることも多い、うん、ああ辛いな、それは。それとあと、あのだいぶ前から入ってたやつはまあ多分そうやろうなと思ってたら、あ、やっぱりバラシっすねってのが結構ある。なくなっちゃうパターンね。うん、あとどうせないやろうなと思ってたら、あ、あるんですねっていうのもある。ある、それある、うん、それあるね、うん、結構あるね。結構ね、うん、スケジュールが立たへんっていうのが困りもんですよね、本当に。で、あれですよ、今これこの日にちぐらいですから、もうオリンピックって盛り上がったね。いや、もう開会式まさかあんなことになるなんて、もう本当にどうなったんやろどうなってんやろね。もう未来は分かりませんのでね、僕らもね、本当にもう、どうなってるんでしょう、まあ。今はオリンピックが終わった頃？いや、始まったぐらいでしょ、だって。7月25だから。それこそね、来月の仕事と一緒にあるんかないかよく分かんないしね。そう。はい。ちなみにこれ今、録画してるのは、6月の終わりにね、はい、撮ってるんですけど。まあ、その状況、今の状況では、まあ、オリンピックある方向で動いておりますね、うん、で、ちょうど昨日一時的な免疫をつけてという言葉で話題になった時期でございます。あ、そうね、はい、うん、もう皆さん1ヶ月前のことですから忘れてると思いますけどね、あの一時的な字はどっちの字だったのかってね。ああ、ね、まあいろいろありますけど、まあ、僕もね、もうすぐ2回目ですよ。あ、そうだそうだ、こっちね、うん、僕のとこ全然来ないっすよ、ケン。まだ来ない。まあ、本当に、うん、ちょっとどうなってんだろう。うん、まあ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 、そうでしょ。まあね、その辺に慌てんでも。なんかついた？テストか？うん？テストかついた？テストか？なんか、磁力出た？磁力。あ、なんか、噂のマイクロチップ。そう5ギガについた。 5G に繋がった。ね、入ったやったら入ったやつすごいなと思う。ね、だってね、注射針を通すマイクロチップ、基本、今作れないんですよ。うん、作らへんの？それができたんやったら、もうそんな最新鋭のもんやったら取り込んでみたいもんです。ね、本当に。はい。はい、まあ、その辺の炎上しそうなやつはちょっと置いといて、本日のメインに参りましょうか。はい、どうぞ。本日のメインはこちら。ドン。俺の文句。文句？うん。文句？うん。文句？文句悪いですよ。はい。クレーム。世の中ね、はい、まあ、それはね、どうかなと思うねんけど、ドラマとか映画をね、うん、倍速で見たりするらしいんですよ。おう、みんなね、みんな時間がないんですよ。見なきゃいけないものはいっぱいあるのに、どんどん増えていくでしょ。うん、ネットフリックスだったりとか、アマゾンプライムだったりとか、うん、でケーブルテレビとかもいっぱいあるでしょ。うん、でどんどんあるけど時間は限られてるので、みんなね、その慌ただしく見てるわけです。うん、そんな中、オペラ長いね。ああ、オペラ長い。うん、あ、それが文句。うん、長いよ。
なんかね長いな、長いわ、オペラ長いわ。しかも一ところにずっといとかなあかんからな、うん、で止められへんし。今隣の席空いてるのは僕実は快適なんやけど、うん、なんかね、あんまりね、まあ、それのホールの人に怒られるかもしれんけど、ホールの椅子そんなに快適でもないでしょ。この手すりどっちや問題もあるしな。そう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 、うん、俺はこっちの手すりを使いたい、うん、っていうのもあるじゃない。ちょっと動いた時に微妙な音、うん、とかなんか、ね、うんうん、気使うじゃないですか。僕ね、カバンね、胸に置いてね、こうやって見るの好きやから全然手すり使うんですよ。あ、こうやってここにカバンが深いの、あの、僕はそういう風にするとね、なんかね、この辺がね、なんだかだんだんしっとりしてくるので、あ、汗、それ汗っていうそれ汗っていうな、生理現象、うん、まあ、もうちょっとね、長くないのがいいな。長いのって確かに休憩挟んで、まあ2時間か3時間、まあ大体3時間ぐらいだね。舞台見に行ったらね、うん、オペラ見に行ったら大体3時間コースする、うん、あ、でもこの間僕やったあの修道女アンジェリカ一幕のもので大体50分ぐらいだったんです。そんな長さのやつの方がいいなと思って、8月にやるこれか、これが45分ぐらいでしょ、うん、これはね、うん、面白いっすよ。あ、それはね、僕もね、練習見に行って、うん、であと字幕の準備をしててね、はいはいはい、面白い字幕見た、うん、見たか、うんうん、面白い話やなと思って、うん、あれは、まあ、ちょっと作品紹介をしとくと、うん、振られた女の人が電話を受けている、うん、電話を受けてるのは電話をしてるんや、してるんで、相手はあの振った男、言ったらその女の人の部屋だけが見えてる状態。そう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 、舞台の上はもう画角いっぱい全部女の人の部屋とか。で、向こう側の声は聞こえてこない。聞こえてこない。だいぶなんか、うん、思い詰めちゃった感じの女の人の話。そう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 、もう今でいうとこの闇系や。字幕の作業しながら、うん、若干怖い怖い怖いと思いながら作業してた、うん、僕の方で分かる範囲の話をしとくと、うん、リアルタイムにずっとストーリーが進むんですよ。あ、そうね、あの24形式で、そう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 、始まってから45分後には、あ、45分後なんだよね。そうそうそう、この間やった僕らがやった修道女アンジェリカなんかはこの50分の中で3時間から4時間ぐらいのストーリーが進む。あ、でもそれでもリアルタイムに近いぐらい、まあ、近い近い近い、普通に、あ、じゃあこの間やったのバタフライなんかは1幕と2幕の間で3年経ってるよね、うん、あとでもマテキはこういう時間軸でやってる、その頃一方こういうこともありましたっていうやり方もある。あ、これ結構ややこしいね、うんうん、マテキはね、こうこうストーリーが進むので、こうでした、その頃一方パパゲーノ君はこうでした、はい、エンディングってなるから、ここはちょっと時間は難しいよね。ああ、なるほどね、うん、だから45分リアルタイムで進まれると、ドラマっぽいよね。そう、分かりやすい。で、繰り返す言葉があんまないんですよ。はい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 。オペラってアリアってね、僕らよく言うじゃないですか、オペラのアリアって、うん、アリアってね、あのエアーって言うんですよ、うん、で空気っていうんで、その時間はね、止まってるってことが前提なんですよ。え、同じこと何回も言うんですよ。愛してる、愛してる、君のことを愛してる、愛してる、愛してる、君のことを愛してる、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 君のことを、君のことを、君のことを、君のことを愛してるって、こんなことやってる。昔のオペラって。あ、何回も同じこと言うね。で、それを言い方変えるね。だから、愛してるの場合もあれば、愛してる、まあ、じゃあ愛してるのこともあったりとか、はいはいはい、っていう風にして、いろんなテクニックとか、いろんな表現を使って、愛してるっていう言葉を変えたりとか、うん。で、これが昔のヘンデルとか、ああいうバロックのオペラの概念。うんうん、で、その時間っていうのは、もともとセリフがずっと進んでて、例えばこうやって喋ってるやんか、こうやって気分してる。お、大丈夫か、年上。ほんなら僕がここで、おい、こいつちょっと年いったんちゃうかっていうアリアの答え出すの。そしたら、こいつ年いったんちゃうか、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 年いったんちゃうかと同じことばっかしてるんです。ほんで、それで終わってから、ほいでな、もう一回会話が始まるの。ミュージカルを見てみんなが、あの、見慣れない人がミュージカルを見た時の違和感の原因はそれよね。そう。だからストーリーはずっと進んでんねんけど、ストーリーと全くこの間に挟まってる感情を、僕こういう風に思ってますっていう歌い出すの。はいはいはい。で、これが、あの、リアルじゃないっていう風になって、はいはい、で、前回、前々回ゲストに来てくれはった、あの、平野さんがやってはったプッチリのオペラっていうのは、うん、その概念から外れてんの。
ずっと同じリアルタイムの中でずっとお話ししていって、それがアリアになったりとかっていう繰り返しの言葉ができるだけ少なくなってる、ね、なるほど。あなたのこと好きよ、でも別れなきゃダメなのね、あなたにあの部屋に残していたあの聖書だけでも私取りに行かないから門番に預けておいてちょうだいね、でも私あなたのこと好きなのよ、さようならとかって、こういうのがずっとストーリーになってるわけ、うんうんうん、でこれがストーリーになってるのと、昔の古い時代1700年代よりも前のオペラっていうのはもうアリアの概念が変わってる。ああなるほどね。でこのラボアっていう人間の声っていうのは、このずっとリアルタイムにベラ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 って喋ってるのを、電話相手に、もう今電話ないわどっか見た電話相手に、あなた私のこと好きみたいな、私あなたのこと好きやったのよ、そうそうあなたがねくれたね、あのワンちゃんがここにおんねんけど、あのワンちゃん私懐かへんのよみたいなことを言いたいするわけ、うんうん、ただ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 ずっと一人で歌ってる。ようあれ覚えるなと思う。フランス人でも覚えるの2年かかるって言うてるのに、うん、古瀬さんこれ2年に1回ぐらいやってはるんですよ。相手のセリフないから、うん、自分しか思い出しのきっかけないのよね。そう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 。でこれでうん、うん、でもね、うんとかやってやってるね。ああ、そうか、相手方の分がないからね。ずっと電話で、わかる、うん、そうだと思う。あ、でも、ごめんなさい。え、でも、うん、確かに私が悪いわ、とかさ。うん、で、途中で昔の電話からコンセンスでさ、うん、ちょっと、何笑ってんですか、私たちの話を聞かないでとかっていきなり怒り出してさ、いや、気狂ってるで、だいぶ。そうそう、まあ、この話していいかな、うん、本人に稽古の時に聞いたのよ、うん、相手の顔、うん、キャラクター、うん、名前っていうのは、うん、頭の中にあるの、それとも抽象的な概念なの。おいるらしいわ。ああ、やっぱおるやろね、その電話してる相手が。はあ、はあ、はあ、そうなんや。いや、まあそれはおるでしょ。だからもしかするとそれは聞かなかったけど、うん、あの役名女でしょ。うん、そうそう、この作品の古瀬さんがやる役っていうのは女っていう名前ないです。名前ないんです。だから本人の中では名前あるかもしれへんね。そう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 。前ちょっと違った話した時はメンヘラちゃんって言ったけど、それが本物の名前ではないと思うけどメンヘラってどんな名前やねんっつってそれはないやろっていう話してたんでね、うん、だからその電話をする前にどこに行ってたとか、うん、そう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 、そういうこととかも多分頭の中にはあるんやろね。で彼女はセルフプロデュースでやってるから演出家もいないし、うん、で音楽監督もいないけれども、本来はオーケストラでやるんですよ、うん、でオーケストラで指揮者がこうやって前で指揮を振って、うん、でそれでこう歌を歌って、うん、で演出家が演技をつけてっていうことをやるんですよ。でも全部彼女一人だったんですよ。だから誰も助けてくれないんですよ、うん、指揮者がいてたらここ待って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 、はいってやってくれる、うん、せやけどそれもないから、うん、ようあれ全部覚えてるなと。ほんでなおかつお芝居して、そのお芝居も自分でちゃんと具現化したものがあって、うん、ほんであれ歌ってて、ね、いやー相当すごいなと。結構ね、いろんな楽しみ方ができるのかなとちょっと思ってて、うん、僕は実は相手おらへんのちゃうかなと思って。そう、さっきそれで言いやがった、それ演出家によってはそういう風にする人もいてある。もうそもそもがそのこういうこの人と3年だっけ5年だっけ5年かな、うん、付き合ってたっていう話自体がこの人の妄想なんじゃないかな。そう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 、そう思って見ることもできるし、できる。だからそのそうするとその人がリアルにイメージしてる人がいたって言い訳よ。そうとか、まあ、あれやね、あのドラえもんののび太くんの夢やったみたいな、うん、近い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 、うん、そんなことも思えるし、例えば実はもうどっかの段階で相手が亡くなってしまってて、そっから妄想の世界に入ったっていうのも、そうそうあるよね。そのいわゆるパッツェンザっていう、あの狂乱、狂人っていう、うん、イタリア語で狂人とかっていうのパッツェンザっていうのがあるけど、そういうのに近いかもしれないですよね、うん、で実はそのラメの方にうちやってオペラがあってね、でそれで狂乱の場っていうのがあるんだけども、それは本来そのルチアがっていう主人公の女の人が、うん、あの好きだった彼氏がいてて、でその彼と秘密の結婚をするんだけども、家の都合でこの人は別の男と結婚しなきゃいけない、政略結婚っていうのがあって、うん、その政略結婚した日に
この彼氏が乗り込んできて裏切り者って言われて、でその夜初夜を迎えてベッドインするのね、うん、その時にもう気が狂ってしまって相手を差し殺してしまう、うん、旦那さんを、うん、ほんでそれで血まみれになったところで付き合った彼氏の名前を呼びながら死んでいくみたいな話になったりもするんだけど、うん、それにもちょっと似てるような感じ、うん、なんかね、そういうなんかいろんな楽しみ方があって、だから見る人が見たら本当にいない、え、いるの、どっちなのっていうふうに思うかもしれない。もちろん答えとしては古瀬さんの中にあると思うんだけれども、見る人によっては全然解釈変わってくるし、やる人によっても解釈変わってくる。あれ楽しいですよ。楽しかないけど、あとはね、人によっちゃね、自分の黒歴史を眺めるっていう言い方ができる人もいるかもしれない。いや、自分もこれぐらいのめり込んでたなっていうのを、あの頃自分バカやったなっていう風な見方もできるでしょ。黒歴史なんですかね、それ。経験ありますか？ない。ない。いや、で、ない人からすると、うん、こんな状況だったら怖い怖い怖いって思いながらも、うん、ここまで思われてる経験があってみたかったなっていう仮想の妄想とか。いや、それはここから先もあるかもしれませんしね。いや、こんなに風に愛されたいなと思うかもしれないし、愛したいと思うかもしれないし。なんかね、なんか人間の愚かさとね、なんかこう美しさをね、兼ね備えた曲だなと思います。でね、そうそう、元々の本題に戻ります。はい、短いオペラ、これぐらい短いやつ他にないの？あるある。例えば2年前にやったアマールと夜の訪問者っていうのも50分ぐらいだし、この間お話した三部作ってね、そのヒロミさんの話です、亡くなった三部作って、うん、それぞれが大体50分ぐらいのストーリーなんですよ、うん、でそれを単独でやることになる、うん、しプッチーニが一番最初に書いた妖精フィリーっていうオペラもほぼ1時間ちょっとぐらいだし、うん、カバレリアル・スティカーナっていうオペラと、パリアッチっていうオペラは、同時にやられることがあって、もうそれぞれも大体60、70分ぐらいかな、ぐらいのオペラやわ。だからね、意外とね、ショートショートのオペラ多いんですよ。15分っていうのは、まあ、あ、15分1個だけあるか。宮廷楽師長っていうオペラがある、うん。それはね、15分ぐらいの、オーケストラの練習をやるっていうネタのオペラ。指揮者が、ね、指揮者が歌手。で、こうやって棒を振りながら、違う、ファゴット、遅い、もっと早う、違う、何やってんねん、バイオリン行くぞ、はい、何やってんねん、ほら、うん、みんな、ちゃんと弾けよっていうオペラ。うん。一回だけやったけど、地獄やった。もう、ほんまに覚えられへん。だって、振らなあかんし。自分で、こう、振って、ほんで、楽器の場所覚えなあかんし。あれは、ほんまに大変。だから、もう、その時は、見てやった。楽譜を見ながら、その楽譜にやってこれなんとかなってやってたもん。いや、短いのやるときね、さっきの2本立てじゃないけど、うん、なんとか長くするやん、2本にして。ああ、コンサートやってからオペラとかね、うんうん、いや、もう短いのは短いままやろ。ああ、それもありだよね。なんかチケットが割高感になるっていう、そうなんか、それあるね。ほんで、でね、やっぱりね、難しいね。そっちはその考えの人もおるし、うん、短いにやったらやっぱり日本やってほしいわけ。いや、短くてね、すっきり楽しめるものもあるんだよってのが、うん、まあ特に、まあ配信には馴染みやすいよ。配信にはいいと思うわ。だね、そんなんでこう。オペラ1本見るって言ったら2時間とか2時間半とか下手したら3時間とかっていう風に思ってて敬遠してるんやったら、世の中に短いものもありますよっていうのを、ああ、それはそうだね、ちょっと発信すると、うん、それやったら見てもええかなっていう人、マニアックになってきたら2時間3時間見てくださいねって、ね、だったそれだって一番最初に僕らが見てくださいねってオペラ、ワーグナーは進めへん。だってね、ワーグナー進めへんで、一番最初にそんなもん。だってクラシックさ、もし見てくださいって言った時にさ、交響曲、もう2時間からの交響曲、マーラとか渡す？ないね。ないやろ。だって、うん、クラシックで何か知りたいんですけど、あ、ほんなアイネクライネナハトムジック聴いたりみたいなとかさ、そういう、まあ、ある種ポップな部分からさ、うん、始まるわけで、まあ、だからそういう意味で1時間のオペラ持ったっていいんかなと思うけど、そうそうそう。まあでも、なかなか難しいな。それに特化して、あ、だから芸術鑑賞祭にはいいんですよ、うん、芸術鑑賞とかそういうのでちゃんとその方向性が決まってるやつ、うん、こうもう1時間のオペラですっていうことだけを前提にやっていくのと、うん、やったらあれやったらね、うん、うん、つう感じあるよ、いっぱい、うん、他にはこんなものが、どれ、
分からん。文字を教えて。ああ、そういうこと。そこに出すわけ。はい。じゃあこんなものがあります。はい。長いのはこんなものがあります。5時間 A みたいな。だってね、うん、映画でね、あの Amazon プライムとかで見てね、うんうんうん、面白いか面白くないか分からへん映画で、うん、2時間超えてたら見えへんでしょ。あの評価微妙なやつ。ああ、見えへんな。評価微妙なやつで1時間40分とかやったら、まあ、見てもええかなって思える。ああ、だからオペラが自分にとって面白いか面白くないか分かんない人にとって2時間はせやな。上演時間って意外と書いてへんもんな、うん、オペラのチラシとかこうフライヤーとかで。ああ、それ確かにそうかもな。そういうのも必要やな。上演時間こんだけの時間ですよと思って。はい、まあというわけで、あのオペラが長いので短いオペラも世の中にあるよって教えてもらったところで、本日の時期に正雄が短いオペラを作ってくれますか。え、森の熊さんっていうお嬢さんを落としたのはこのイヤリングでしょうってありやん。おもんねー。最後二人がただただ踊るだけのあの歌詞ってなんかちょっとおかしいよね。おう、その話広げたら今からまたお前30分くらいなのかなはい、というわけで、はい、このコーナーおしまいです。はい、いかがだったでしょうか。なんだかよくわかんなかったでもあの短いオペラたくさんありますので、うん、うん、まあご紹介できるようにいろいろあの準備しますわ。また作品紹介ね。そうですね、やりましょうか。はい、あのメロッティっていうのがあの作曲家は結構短いオペラたくさん作ってる。電話っていうオペラもあるし、うん、あと泥棒とオールドミスっていうのもしてます。またそのご紹介していきたいなと思います。この会場新幹線見えるんですね。ねえ、なんかそう今通ったので。はい、というわけでお時間になってまいりました。何も広がらへんのそっから、うん、はい。この番組は熊野正夫の音楽チャンネルという熊野正夫の名を務める YouTube チャンネルでお送りしております。ご覧になった方は熊野マークからぜひチャンネル登録と、あとはこういうのよろしくお願いします。また正夫は日々お出かけをしていて、その様子を Twitter で公開しています。そちらもよろしければフォローしてみてください。キヨさんの Twitter はこちら。はい、というわけで以上です。はい、というわけで皆さん、コロナがどうなってるか分かりませんけども気をつけましょうね。手洗い、うがいは忘れずに。暑いですけれどもね、マスクして熱中症にならないように気をつけてください。はい、人がいないところを外して大丈夫だと僕は思いますよ。でも人がいるときはつけましょうね。なぜか知らないけど電話をするときだけ外す。じじいが多いことと思っていますけれども。はい、それではまた次回も過激に参りたいと思います。ではー。なんであれ外しはんの。わからない。